続いて特集は21年間のプロ生活に別れを告げたアルビレックス新潟の田中達也選手です。支えてくれた家族の目に父の姿はどう映ったでしょうか。現役最後の一日を追いました。味方も敵も関係なく選手たちが作った花道、それは試合中とは思えない光景でした。日の丸を背負った、多くの思いを背負ったこの389試合、長い旅が終わりを告げます。元日本代表フォワード田中達也選手39歳、引退の決断、その時子供たちは寂しい、最後まで全力でなんかやり続けてくれていたから。現役最後の朝、頑張って、はい、全然寝てるか寝てないかみたいな状態で、まあ、緊張してます、ね、普通にそして挑んだラストマッチ。このビッグスワンでオレンジのユニフォームを着て引退できることは僕の誇りです。21年間のプロ生活、その最後の一日は。山口県出身の田中達也選手、少年時代からドリブルが得意なチームのエースでした。その後東京の名門帝京高校を経て浦和レッズに入団。すごい最高の気分ですね。2004年には日本代表としてアテネオリンピックに出場。浦和レッズでは J1 制覇やアジアチャンピオンズリーグでも頂点に立つなど輝かしい活躍を見せました。一方で度重なる怪我との戦い、2012年ルーキーイヤーから在籍した浦和を退団し、活躍の場を新潟に求めました。フォワードなので1点でも多く取りチームの勝利に貢献したいです。常に全力、ひたむきにボールを追う姿はサポーターの心をつかみました。2015年には J1 通算300試合出場を達成。もっと上手くなりたい、サッカーを始めた頃と変わらぬ決意でチームを牽引してきました。サッカー中心であるべきだと思ってます、常に。しかし年齢とともに怪我が増加、近年徐々に出場機会が減り、今シーズンは1試合も出番が巡ってきませんでした。悩まされ続けた左膝に限界を感じ、今月に入り引退を決意したといいます。おはようございます。おととい現役として迎える最後の朝、家族全員と抱き合い試合に臨むいつもの光景も今日で最後。頑張って。やっぱり家族に見てもらいたいですね、最後は。すごい結構犠牲を払っていつも僕中心にやってきてもらったんで、その集大成として最後プレーしているところを見てもらいたいなと思います。一方送り出した家族にとっても特別な一日。達也選手が引退を切り出した時の様子を話してくれました。集まってって言われて、みんなで
テーブル囲んで座った時に、もう今年で辞めるって言いました。言葉が出なかった。一瞬本当静かになったよね。誰が一言目を話すのかみたいな。父達也選手の指導を受け、現在アルビレックス新潟レディースに所属する長女セイラさんは、正直まだ心の整理がついてなくて、本当に引退するのかなって思っちゃう。やっぱ寂しい。寂しい。絶対手抜かないから、もうピッチ上でもいつも全力でやってるっていうのが分かるから、すごいかっこよいし、自分もそんな風になりたいなって思います。最後まで全力でなんかやり続けてくれていたから、最後も頑張ってねみたいな感じでした。そして長男の秀虎くんも、パパお疲れ様。パパ好き？うん。どんなところが？髪の毛。試合の1時間半前、スタジアムにはレジェンドとの別れを惜しむサポーターの姿が。家族の見守る中、キャプテンマークを巻き、プロ選手として最後のピッチに向かいました。何度倒れても勝利のために常にゴールに向かい、大好きなサッカーとともに駆け抜けた21年。そして前半32分、田中達也、その輝きは永遠です。走り抜きました。167センチの小さな体、長い旅が終わりを告げます。栄光も挫折もサッカーに全てを捧げた選手生活にピリオドを打ちました。サッカーが上手くなりたい一心で、共に切磋琢磨した仲間たち、いつも一番近くで一緒に戦ってくれた家族、そしていつも自分に期待し応援してくれたサポーターの皆さん、今言った多くの人たちが僕の一生の宝物です。父は永遠にヒーロー。その勇姿を見届けた子供たちは、やっぱこんなになんかたくさんの人に応援される選手ってすごいなって思って、すごく感動しました。最後に見るものだから、なんか目にちゃんと焼き付けておこうって思いました。マッサージをしてあげたいです。お父さん21年間お疲れ様。僕がやはりサッカーの中心なので、苦しい厳しい時間を過ごす時もたくさんあって、その時間を一緒に乗り越えることができたので感謝しています。スパイクを脱いだ永遠のサッカー少年、人生の第2章も常に全力で自分らしく
走り続けます。新潟で誰もが知るスター選手で、はい、サポーターにとっても支えの存在でしたよね。そうですね。そして家族も含め多くの人に田中達也選手は支えられていた。そして田中達也選手はみんなのヒーローだったということですね。これからぜひとも第2の達也選手を育ててもらいたいですよね。そうですね。以上特集でした。